皆さんこんにちは、石野香穂です。今回は私が運営するオンラインスクールでの講義の様子を一部公開したいと思います。普段 YouTube を見てくださっている視聴者の皆さんから、先生からかなのお話も聞きたいですとか、かな書道については YouTube で取り上げないんですかっていうようなコメントが多く寄せられております。YouTube では今までやってなかったんですけど、オンラインスクールでは毎月お手本も配信して、毎月解説動画も配信してるんですよ。なので、オンラインスクールでやってるような内容を今日は少しお見せしたいと思います。先週ちょうどそのかなに特化した講義1時間びっちりやったんですよね。で、それ全部 YouTube で流してしまうとちょっと長すぎちゃうので、それを断片的にカットして10分にして、今から皆さんに公開しますので、かなについて興味のある方はぜひご覧ください。この最初の1行目と3行目のこの違い見てください。この潤滑によって作品が立体的になって奥行きがある感じに見せることができるんですよね。私も普段からめちゃうるさく言ってるんですけど、漢字の書でも結構潤滑大事ですよって言ってるんですけど、かなの書では漢字以上に潤滑が大事にされています。形よりも墨の量を真似して書いてくださいって言われるくらいなんですよね。で、かなの書で大切なのは、このそっくりに書こうっていう気持ちなんですけど、皆さんも普段から課題に取り組まれるときに、そっくりに書こうって思って取り組んでますか？で、もしそれができてる方は素晴らしいと思います。で、そのそっくりに書こうっていうのに、私これ大学生のときに先生に注意されたんですけど、形を見てそっくりに書いてたんですよ。形ばっかり取ってたんです。こうやって真似して。1ミリも狂わないように、すごい丁寧に形を取っていったんですね。で、見栄えよし、バッチリじゃんと思って先生に見せに行くと、全然そっくりじゃないみたいな感じで言われるんですよ。でもめっちゃ見たつもりなのにな、どこがそっくりじゃないんですかっていうふうに聞くと、あなた全然潤滑見てないじゃないみたいな感じで言われて、ああ、そっか、そっくりに書くっていうことは、墨の量をそっくりに書くっていうことなんだって、そこで気づいたんですよね。で、次2枚目書いていって、潤滑をしっかりつけた状態で書く。書いて見せたんです。で、その時は形そんなにとらわれないようにして、潤滑、墨の量だけをそっくりに書いて見せたんですね。そうすると、よくできたじゃないみたいな感じで、そっくりに書けたじゃないって言われて、それがすごい嬉しかったような記憶があるので、やっぱかなでは、そっくりに書くっていう意識が、形じゃなくって、墨の量に向けた方がいいっていうことなんですよね。ちょっとこの、高野切れ第一種の画像を見ながらおさらいをしていこうかなというふうに思います。この丸で囲ってあるところは、実はオンラインスクールで全部お手本を書いている部分になります。高野切れ第一種の大知らずと読み人知らずは確か、9月か10月ぐらいに書いてたような気がするんですよね。もし興味ある方はぜひ挑戦してみてほしいんですけど、この大知らずっていうところ、すっごいたっぷりとした線で、墨も多く含んで、艶やかな線質で書かれてますよね。で、高野切れの何よりの、このすごいところっていう、第一種のすごいところっていうのが、このたっぷりとした穏やかな線質で大きく書き始めてるのに、ラーズでいきなり細くちっちゃくなってるじゃないですか。この変化っていうか切り替えが瞬時にできるところが本当にすごいなっていう感じがするんですよね。一気にガラッと雰囲気変えれるじゃないですか。すごいですよね。で、2番目のこの、緑の丸のところも見ていただきたいんですけど、さっきはたっぷりとした線だったにもかかわらず、ここの表情見てください。めっちゃ澄んだ線じゃん、みたいな。澄んでるわー、みたいな。この変化、こんな、短期間でできます？しかもこの読み人知らずっていうのは実は大知らずの斜め下ぐらいに来てるんですよ。これ今横に並んでますけど、本来こうなってるんですよね。だから大知らずの後すぐに読み人知らずって書いてるんですよ。これできます？これ天才だなと思って。で、私これやろうと思ってもできないのが、やっぱ潤滑の部分ですよね。多分そもそもかなって墨含ませる量最初から少ないことは少ないんですけど、多分墨拭き取らないとこの活筆出ないわみたいな。だから本当にすごいんですよね。この潤滑の変化がこの短期間でできるっていうのが。
で、結構その大学の授業とかで習ったのは、やっぱ保護司隣に置いといて、もうしょっちゅう拭き取りながら個室の臨床してくださいみたいな感じで指導されてるので、やっぱり保護司は隣に必要ですね。こう拭き取って、活筆出すみたいな。そうしないと活筆ならないですね。マロマロンさん、初めて。おはようございます。墨や紙は金用を使った方がいいのでしょうか？普通のものと何が違う？そうなんですよね。墨や紙は金用じゃないとダメで、まあ墨はできれば擦った墨、めんどくさくなければ平安帳とか使ってもらって、で、硯ですよね。硯もすごい小ぶりの硯があるので、ちょっと今お見せしますね。小ぶりの硯。こんな感じで、墨を擦って、自分の好みの濃さになるまで10分ぐらいすればだいぶ濃くなると思うんですけど、そうやって吸って作ります。で、それがめんどくさい人は金米がおすすめですね。これバレないですよ。吸った炭ってバレないです。あ、じゃない。僕液使ったってバレないです。で、ちなみに金用の紙は、金用の紙って言って販売されてるものであれば基本何でもいいんですよね。大学生の頃は結構ロール紙でいいよみたいな感じで言われて、ロール紙に練習してたんですけど、ロール紙ってめっちゃ安くて、なんかツルツルの紙なんですけど、それじゃあ気分が乗らなくて、私は普通に金用半紙って言って売ってるやつを使っています。で、これも、安価なもので全然十分で、で、なんか書き慣れてきたっていうか、だいぶ上達してきたらいい紙に書いてみるといいと思うんですよね。多分、いきなりいい紙使っても良さに気づけないっていう感じ。があるので、最初は安い半紙とかで練習して、それでいざ清書っていう時になったらいい紙使うみたいな感じがいいと思います。で、金用っていうのは加工がされていて、にじみがないんです、全く。なので、こう書いても下に映らないし、ツルツルしてるんですよね。だから漢字と金の違うところは、漢字用は墨がブワーってにじんでいきますけど、金の紙はにじまない加工がされています。うん。なので、ちゃんと金用の紙と金用の墨を使って書くことによって、こう、個室の臨床をするときだったら自分の作品を作るってなったときにも、自分が表現したいような、その濃淡の変化だったりとか、そういうのが真似しやすくなったりします。コッコさん、今までなんとなく書いてたので勉強になりました。あ、よかったです。それはよかったです。そうやってちょっと気づきになったのであれば、すごい嬉しいです。白谷さんは、かなはまだまだ先になりそう。いや、全然大丈夫です。かなは興味が持てたらでいいですよ。うん。あと最後解説してないやつ1個あるんだよね。さっきの画像の。はい。で、最後ですね。最後話せなかったやつ。青い丸で囲ってる三好野のっていうところですね。これが今月の初級課題になっています。これ単純そうで超難しいの皆さん気づきましたか？ね、身の横線のこういうところとか、用紙のこういうところとか、すごい曲線的に見えるじゃないですか、遠くから見てると。曲線に見えて、直線組み立ててるじゃん、みたいな。そういうところです。そこがやっぱ金の造形ですからね。その造形美をしっかり知ることによって、ちゃんと臨床できることにつながるので、まず50音ちゃんとやるっていうのは、本当相当大事なことなんですよね。あとはこの流動美っていうところでも、やっぱこの連綿するところ、用紙のところの、連綿するところの、あ、息が長いなとか、そういったところですよね。あとは、これは潤滑はないけど、太い細いはやっぱりあるし、これは一行だから余白がないのかなって思いがちだと思うんですけど、意外とこう、身が幅広くて、よしで狭くなる、しの隣がすごい明るく強調されてるじゃないですか。こういうの余白って言いますね。うん。こういうところで、こう、幅の変化をつけることによって、リズムが生み出されて、なんかこう、楽しい感じに見えるみたいな。用紙のここの懐の広さも勉強になりますよね。トン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 。3、連綿は力を抜かずに同じ線質でつなげるのが重要と先生は言われてますが、連綿線が細くなってる作品をよく見ます。そういう書き方は邪道ですか？連綿線が細くなってる作品もありますよね。そういう書き方は邪道ではないんですけど、細いって言っても連綿だけが細いっていうことはないはずなんですよね。この例えば、終筆部分、その一文字の終わりの終筆部分から、次の文字にかけての起筆部分までが、例えば細い線のまま来てたりしませんか？
例えばこう太い字太い字の間に細い線がいきなり入るっていうことはないはずなんですよ。なので細い連綿は全然 OK なんですけれども、その連綿線だけやけに細いとかっていうのは良くないっていう感じです。その参考とされてる資料を一回見てみたいので、オンラインスクール投稿してもあのいいですよ。それ一緒に添削します。皆さんいかがだったでしょうか。たった10分の講義見ていただいただけなんですけど、結構ボリュームありましたよね。これを1時間びっちりやってるんですよ。でそれを月に2回も開催しております。で、わからないことがあったらその場で質問ができるっていうスタイルなので、なんかわからないものをモヤモヤしてそのままにさせないっていうのが私のモットーなので、質問が来たら速攻その場でお答えしてっていう感じで悩み解決とかにもつなげています。今回たまたま花についての講義やったのでそれをお見せしたんですけれども、まあ普段だったらいろんなね、花って言ってもいろんな古典があって様々なジャンルのものをやったりとか、漢字でも楷書行書草書っていろんな書体があります。その書体別に講義したり、技法に特化して筆使いの講義をやったりとか、あとは作品作りしたいっていう方のために作品作り一からやる方法を講義したりとか、まあ、そういった感じでバリエーション豊富に講義しておりますので、書道について、まあ、もっと奥深く学びたいとかって思ってる方はぜひ、今ならオンラインスクール1週間無料体験やっております。なのでぜひ覗いてみてもらえると嬉しいなというふうに思っております。今回の動画がためになったなと思っていただけたら、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。それからチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。